はい、金子の間です。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ガクト様の半生ということで、2003年発売のこの自白という本ですね。この本を参考に振り返ってみようと、そんなことで前回幼少期からバンド活動開始までをやらせていただきました。今回はマリス・ミゼル加入編をやりたいと思います。僕の声が聞こえる。はい、今回はガクト様がマリス・ミゼル加入前、水商売の世界にいる時期からになります。驚くことにこの頃ホストとカジノディーラーをやっていたらしいんですね。似合いすぎですよね。まあ当然かなりの収入があったらしいです。しかしガクト様の心にはバンドに対しての熱い思いがあって、自分の存在意義、自分にしかできないものを形に残したい、そんなことを考えていたそうです。しかし水商売ではそれが叶わない、そんな時期に実はソロデビューの話もあったらしいんですよね。マリスの前にソロのオファーってすごい驚きですよね。当然ね、後にソロで活動されますけど、この時期にねソロデビューのオファーがあったとはね。しかし当時の彼はバンドというものが見え始めていた時期で、ソロはまだやってはいけないと思っていたそうです。まだってことはソロのビジョンも見えていたということですよね。けれどもバンドが先と、はっきりと自分の道が見えていたんでしょう。かっこいい。そんな頃、人を介してある人物を紹介されます。それが休止状態だったマリス・ミゼルのリーダー、マナでした。とにかく面白い連中だという前評判と、 CD ジャケットの世界観を見てガクト様も面白いと思い、直接会うことを決意します。この2人の出会いの場面は、この本にない情報もちょっとだけ加えてお話しします。当日京都から車で東京に出向いたガクト様、真っ赤なスポーツカーと全身紫色のスーツに長い髪を後ろで一つにくくっている、そんな姿で池袋に降臨したガクト様を見て、マナ様はかなり引いていたそうです。しかし引いていたのはマナ様だけではなく、ガクト様もドン引きだったらしいんです。なぜでしょう。全身黒に長いパンツ、高いヒールに帽子を深くかぶり、顔には大きいサングラス、そんな姿だったマナ様。マナ様はマナ様でね、すごかったんですね。とんでもなくアンバランスな2人がそこに並んでいたと思うと、ものすごく面白い状況ですよね。しかもこの2人ほとんど会話をしないんですね。数日前の電話では結構会話が盛り上がったらしいんですが、実際に顔を合わせたら途端に話さない。その後ギターの浩二さんの家に行くことになり、浩二さんもガクト様を見てドン引き。しかしやはり浩二さんは浩二さんで、髪は真っ赤、そこにヒゲも蓄えてたらしく、まさにカオス状態。しかも3人揃っても会話はなし。さすがですね、ファーストコンタクトからこの面白さです。そこで浩二さんが鶴の一声、どこか東京で行きたいところはある？これで緊張が解け始めたらしいです。しかし3人が足を運んだ場所がぶっ飛んでます。当時問題になっていたオウム真理教の青山本部。なんで？ガクト、マナ、浩二、初対面でいきなり行ったのがオウム青山本部。まあやっぱすごいですよねこの人たちって。しかも夜中になっていて、3人でぼんやりと2時間メディアの人たちの騒動を眺めていたらしいです。まあ報道陣とかね、いろいろいたんでしょうね。なんかもうすでにマリスの片鱗が見えているような気がします。でなんやかんやでその後マナの家に行き、ガクト様はキーボードを弾いて歌ったらしいです。でマリスの曲についての意見なんかも述べて、深い話をじっくりと話し合ったそうです。でガクト様はマリスについて、見た目だけでは必ずメッキが剥がれる、
内容も中世ヨーロッパを中心に持っていかないとダメだ。結構はっきりといろいろ意見を言ったみたいです。でそんな話をなんと3日間もしていたそうです。その時すでにマリスのメンバーに対してガクト様は人間が面白いと思ったそうです。実に面白い。音楽的なレベルはそれほど高くはないが、マリスのこのメンバーの人間性に心が動いた。そして彼はマリスに加入することを決めたそうです。そうして当時のホストディーラーに伴う収入、その他も含め全てを捨てて上京したと彼は書いています。京都へ帰る理由、全てを捨て、それだけの覚悟を持って東京へ向かったと。必ず成功するという確信があった、そう付け加えています。しかし彼の目標は東京でもなく日本でもなくアジアだったそうです。マリス・ミゼルならそれができる、アジアを取れる、そう確信していたらしいです。ファンとしてはアジアを取ったマリス・ミゼル見たかったですね。はい、というわけでついにマリス・ミゼルに加入したガクト様、華麗なる第2期マリス・ミゼルがスタートしていきます。今回はここまで。すいません。しかしですね、次回はマリスの躍進を話したいので、このまま続けると私の頭がねオーバーヒートしちゃいそうなので、ここで区切らせてください。はい、というまあこんな感じで音楽関係の動画をやっているチャンネルでございます。よろしければチャンネル登録などしていただけるとありがたいです。お願いします。では今回はこの辺りで、またお会いしましょう。